キアン城は、沖縄県うるま式中4丁目にある、琉球王国時代の城石である。別名、キアンマーブ、ナカレーマーブ、または、比喩地レとも呼ばれている。地元では、キアンマーブの故障が馴染み深い。会場を見晴らすため、首里王府が、琉球国内各地の要所に円剣板を置いて、五貫線、新港線、薩摩線の入港をオ府フに通報する。 放課台を設置しており、下律があった場所でもある。放課台は、現在のうるま市内には、宮城島、平安座島、平敷屋、喜安城にあり、喜安城は、日打城とも呼ばれていた。現在、喜安城跡は、木安ーブ公園整備事業によって、木安ーブ公園として整備され、バスケットコートや、テニスコート、遊具施設などのほか、広場や、展望台が設置されている。 キ安ン城は、中北山系のアギナ大仙アジ一世の四、男が築城したもので、同地に派遣されてキ安ンアジと名乗ったとされている。第一直しの昭安久王時代に、活練城主であったアマワリが謀反を起こして、中グス城の御サマを撃ち、さらに、首里城の中山王までも滅ぼそうと企んだ。このアマワリを討ったのが、キ安ンアジの大城県有で、その後大城は、 小白矢寺に任じて、五液城を居城としていたが、第二直し初代の直江王に攻められ、最後は、千葉名城の中原にある洞窟に追い込まれ、秘蔵目の末に殺されたとされている。大川矢寺は、キアングスクを拠点として、周辺一帯に勢力を拡大していったため、これを警戒した首里王府の軍に討伐され、廃城になったと言われている。現在、城跡内には一箇所の廃所が残っており、 マーブの額と言われている。この額は神明を石塚佐野後伊部と名付けられ、植津の炉が廃止するところと記録されている。同書では、城の守護神のために、毎年祭祀などが取り行われていたという。城石の南側には、大きな岩石が割られたような、長い岩穴が見える場所がある。これは非常の時の逃げ穴であったと言われ、出口は合わせの方にあった。 明治時代末期頃までは、石垣など城としての面影が残っていたが、大正時代に合わせの海中道路を整備した際に、城壁の石垣は崩されて、道路整備などに使われたという。現在では城郭さえ見ることができない。キアングスクアとは、沖縄本島中部の東、旧、串川市わし中峰に位置し、県道36号線に沿うように走り、南東に細長い。 グスク長部は広い平坦地となっている。西は集落側に向かって緩やかな斜面となって流れ、南は険しい傾斜をなしている。城石のあたりは旧串川市では一番高い大地になっており、標高は103メートルあり、面積はおよそ1万坪ほどと推定される。城石からは中城湾を一望でき、左の方にはカツ半島から付け石が見え、 太平洋上に浮かぶ神話の島とも言われている、クダカ島が見える。旧串川市内には、アゲナ城跡をはじめ、甘根根貝ぐすく、金下段ぐすく、ぐし川ぐすく、コースぐすくが存在する。また、旧串川市の東、カツレン半島中央部には巨大なカツレンぐすくが存在し、キアングすくはカツレンぐすくを支えていたと考えられる。 キアングスクの詳細範囲確認の移行調査では、以下の異物が出土した。土器は、くびれひらぞ土器編3460点が検出された。徳の島の亀焼土器編は97点出土し、器は、鉢型と、壺型の2種類で校舎が多い。外面に、波状沈潜文が見られる初期の亀焼土器編も出土している。他に石器、海製品、 中国古戦が出土した。ありがとうございます。